せーの、解説する編。ストップするとこないですね。ただただ健太さんのセーブが。でもその、うん、クロスの上がる位置がその前回の2失点目、山形の2失点目と一緒やったから、多分中野選手はよりアラートにマークがついてたからっていうのがあります。多分ニアのクリ君のポジションも、ファーの僕とタカ君のポジションも、全員が相手の位置を意識するような位置取りにはしてると思います。ちゃんと。その結果。ゴール幅でシュート打たれるんじゃなくて、ゴール幅の外からシュート打たれたから、まだ健太君にはチャンスが大きい状況にはしたのかな。確かに個人的にはこの先最初の14番のパスから10番が抜けてきた時に、なんとか取りたかったなって思うのがあるけど、外に逃げられた。まあでもこれはね、健太君のクロスに対応する体の準備と反応の速さって言うしかないのかな。正直やられたと思いましたね、試合中。これ、3対2の時でしたっけ？3対2のシーンですね。まあでもこのプレーがなかったらね、やっぱ、まあ、どうなってたかわかんないし、まあ、3-3になってまだ10分以上あったかな、試合だったら、まあ本当にね、こっちもあそこで追いつかれた側と追いついた側だと、やっぱりそれはもうパワーが違うから、まあ、本当にこのプレーがなかったら、まあ、今日は間違いなく、まあ結果出てなかったかもしれないけど、でも毎試合必ず1本はあるからな。もう狙われたと思った時に決めてるから、この人は。そう、本当にすごいんですよ。健太さん、いかがですか？そうです。出るな、お前は。今日初登場やった。タイミングいいな。出るのは違うよ。チームワークの勝利です。はい、まあ、次節に向けて何かありましたら。とりあえず残り10試合なんで、本当に全試合勝つつもりで、まあ、次アウェーになりますけど、また勝ってホームに帰ってこれるように頑張ります。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。何もしてません。ケイタさん、ストップに。ケイタさん、ほとんど。これ誰？主役？あ、分かんない。いいね。今日の俺はあれは意識してるけど、ケンタ君がセーブした後にどれだけいいタイミングでナイスセーブって言えるかっていう。いやでも本当に大勢が言うのは外だったから、それは反省をね。いやめっちゃクロス対応に気使いましたもん、今日。山田戦で2失点した分、まあ、最低限難しい状況でもそれだけやれることをやろうっていうあれはできたかなと思います。来週あざす、本田圭佑あざすみたいな。もうあれすごいよ、スクリュー回転してた。全員スライディング、このシーンすごかったね。もうわけわからない、わけわからないって解説できないです。絶対入んないと思ったけどね、これ後ろの隣で見てたけど、すごいね。やば、みんな体張ってんな。虫にかける思いとしか言いようがない。いや、それは、考えて出るもんじゃない。シュートブロックなしって。気持ち出てんな。大成功。クリさんの。まあ、いいかどうかわからへんけどね。黄金のコンビってやめろ、お前だけやって言ってんの。今週ずっと言ってるお前。本日9126名入りました。やっぱ違いますか？すごいですね。逆転できたのはそのおかげなんじゃないですか？すごい、言い訳間違いない。いやでも本当に、なんて言うやろ、今治あってこそのゲームやったというか、本当にあの相手に対するリスペクトは僕はすごいあって、9000人以上のファンの方が楽しめたのも、愛媛 FC も集中して入ったし、FC 今治も集中してこうゴールに向かってくる姿勢がすごくてっていうところなのかなって本気で思います。これ当たり前にしたいですね、毎試合このぐらい、これ平均がこのぐらいになりたい。そうですね。やる側はやっぱ違いますか？違いますよ、全然。やっぱりこれでまた追い出し応援とかまた復活したら、またちょっと違うあれになるのかな。そうですね。チームみんなで気迫あふれるプレーして、それを見たいっていう人を増やす。
はい、下向きにやった結果を出そうと俺は思っています。お願いします。なんでみんなで頑張ろうよ。はい、いいよいいよ。なんで俺だけ頑張るかって。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、しっかりよくボール回りましたね。いい立ち位置取って前進して右サイドに人かけて、で結局ここが空いて、空いたからまあ振り抜けたっていう感じですね。まあ、いつもマクシュートはやってたけど、マクシュートばっかだったからやってみようかなと思って縦回転のシュート意識してやってみたら、まあできたから良かったかなみたいな。あんまこんなシュート打たないけど、すごいシュートでしたね。ゴラッソでしたね。まあね、まあ、雰囲気じゃないですか。こんだけ人入ってくれて、ああいう雰囲気作ってくれたんで、まあ、こうなんだろうな、練習で出ないようなとか、そういうプレーとかはこういう雰囲気の中でやっぱ出るし、まあさっき大成君とかともここで言ってましたけど、やっぱお客さんの力って本当偉大なんで、まあ、僕らがしっかりいいプレーして勝って、でもっともっとお客さん増やしていけたらいいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。次節も頑張ってください。頑張ります。お願いします。頑張ります。ゆっくり休んでください。疲れました。お疲れ様でした。マスクしてる。マスクいいっす。お前なんか前回のさ、ホームの時ちょっとお前何あのないで、あれあのダンちゃんやったっけ。あ、ダンちゃん、ダンちゃんちょっと緊張してた。あ、してない。お前さ、何かオンエア見ました。オンエア見た。お前もっとさ、出せよ。してません。なんかちょっとカッコつけてさ、お前持ってようとしたら、カッコつけてない。無理やね、無理やね。カッコつけないだから、カッコよくないんでカッコつけてません。カッコつけてません。はい、行きましょう、撮りましょう。ちょっとやっぱ出てましたよね。出てたんで、あんな慣れしてないバレるやん、もうだから行きましょう、もうちょっと。おい、ストップ。ストップです。ここで匠が前向けた瞬間に多分俺にクロス合わせたんですよ。これファーに合わせたんですけど、多分俺の前でクリアされて、で高志が流しですよ。ストップで、ここでクロスはないと思ったから、ちょっとシュートのこぼれ球を狙おうかなと思って、それでまあこぼれたところ、もうめちゃくちゃいい感じにこぼれてきたんで、はい、まあ、あとはもう枠の中にしっかりドーンってやりに来ました。で、2点目ね。今の2点目、今の2点目ですね。2点目、リックンの次2点目、うん、はもっとそのドリブルか、そうですね。あ、もうこの辺からですか。うん、ケンタさんのキャッチしてくるの、あ、見にくいな。なんか多分ドリブル中に匠くんが斜めに走ってくれたのかな。走ってるよ。前走ったね。ここ走って。そうですよね。こう走って、まあ、一応中チラチラ見ながらドリブルできてて、匠くんがこう中にちょっとこう走ったことで、あのリックのスペースが空いて、うん、でもう完全フリーだなと思って、勝負するよりリックに出した方が確実かなと思って、うまく使い分けできました。いつも元木ここら辺行ったら結構突っ込んじゃってな、縦行ってクロスとか突っ込んじゃってってやめてください。行ける時はさいいねんけど、取られるとき取られるやん、まあ、そうグリグリグリって、うん、けどまあ俺が多分横につけてたから、多分それも見えてたの、冷静に。結構冷静やったよなお前。そうですね、ここ多分このなんかこのシーンさ、全員多分冷静やったよ。もちろん面白いやつ。ナイスボールです。ここなんか元木結構足速いから姿勢いいんすよ、ドリブルは姿勢で、こうもうちょいもうちょいもうちょっと、ここにこう、あれ匠がパーって抜けた瞬間に、でここ中に持ってきた瞬間に、もう俺ここでフリーになったんですよ。で、まあ、タッチ決めて、あとキーパーの位置見て、結構キーパー寄ってたから決めてくれてよかったです。これはスーパーです。しっかりシュートがスーパーです。インサイド、インフロント、どこかわからんけどしっかり流し込んだな。よかったっす。お前どこ行ったん、この後俺んとこ来た。いや戻ったやろお前。いや反対側、人やこれ反対側よっしゃやってました。それ見てみ、スタンド盛り上げようかな。ベンチが来ただけやん、全員誰も来んやん。シューマもなんでこんなにゆっくりやん。なんで一番がシューマやん。いや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 、リクが早すぎっす。足が早すぎっす。スプリント稼ごうとしてるじゃないか、これで。こんなんでスプリント稼ごうとしない。スプリント。この後、しっかり抱きつきに行きましたが。しっかりな。まあ、よかったです。よかったですね。ありがとうございます。今日やっぱ9000人ぐらい入りましたけど、いかがでしたか。最
ポジション違いますか。最高だったですよ。いつもと、まあ、ほんまでも9000人来てほんま負けられんなと思って、うん、2点目取られた瞬間ちょっと気持ち落ちそうになったんですけど、やっぱ9000人来てるし松山で負けれへんなみたいな、うん、そうですね、ああよかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。